こんにちは、おかしな科学です。そして私のカマキリが何かの理由で早産で生まれました。今私はその小さなカマキリの生存のために最も快適な条件を作成しなければなりませんでした。この動画は有益な情報だけとして作られました。正直なところ、このカマキリの誕生は全く予想していなかったので、眉から出てくるカマキリを撮影する時間すらありませんでした。現時点では私は非常に複雑な感情を持っています。私はこれらの眉を暖房の効いた部屋に保管しました。そしてもちろん、これらの眉を毎日チェックして、すべてがそれらに合っていることを確認しました。カマキリは春の終わりに生まれるはずだったので、なぜその小さなカマキリが早産で生まれたのか、推測できる場合は、オンドレジームを観察しました。コメントに、これについて、皆さんの考えを書いてください。これらの小さなカマキリたちを見てください。私はこれらのカマキリを正しく育てようとしますが、これらのカマキリが死なないことを非常に心配しています。したがって、私はその中に大きな水族館と避難所が必要になります。私はカバーに一般的な苔を使用しましたが、今度はこの環境にこれらの小さなカマキリを注意深く植える時が来ました。現在、私は一生懸命頑張って小さなカマキリを育てて餌を与える方法について多くの情報を読み直しています。さて、今私は多くの問題に直面しています。私は正しい光が必要です。私はまた温度耐性も必要ですね。これらの小さなカマキリは、たとえ食べ物がその大きさであっても、必ずしも食べ物に反応するとは限りません。明確にするために、私は特別にアリを立ち上げて、小さな昆虫がカマキリを通り過ぎても、カマキリが静止したままであることを示しました。この時点で、アリでさえ、このカマキリは動かないので、このカマキリたちは死んでいると思っていました。しかし、カマキリが生きていると確信したとき、こいつはカマキリから離れました。さて、今はこの2匹の小さなカマキリが互いにどのように取り組んだかを見るでしょう。結局のところ、残念ながらカマキリには共食いがあり、出生時でもお互いに食べることができます。そうですね。アリはなぜか絶えず、死んだカマキリを探していました。さて、アリは、カマキリよりも、活発だったので、これらの小さな緑色の捕食者に迷惑をかけないように、アリを脇に移動することにしました。このボトルには、大小両方のコオロギが入っていました。残念ながら、大きなものだけが水族館に落ちました。さて、コオロギは、草食動物なので、コオロギの反応やカマキリの反応を見たかったのですが、なんとか写真を撮りました。これらのハエを狩る、小さなカマキリの写真を撮ろうと、一生懸命努力しましたが、今のところ成功していません。しかし、私は、すでに、こいつらがそれを、どのように行うかを偶然に見ることができました。しかし、それを見たい場合は、コメントに、欲しいという言葉を書いてください。このエピソードがあなたたちにとって本当に面白かったなら動画をいいぞ。みんなあなたのソーシャルネットワークでこの動画を共有することを忘れないでください。新しいエピソードを見逃さないようにベルをクリックしてください。見てくれてありがとう。おかしな科学のチャンネルでお会いしましょう。